さて会場の皆様、ちょっとステージの方をご覧いただけますでしょうか。ありがとうございます。まだ名のあるうちから拍手を頂戴いたしまして、今日のご案内役、私松原孝雄でございます。よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。もうすでにバンドさんがついているわけですが、その後ろにスクリーンがございます。でこのスクリーンは何かというと、今伊上園さんが頑張っていらっしゃいます曲が凛と咲く花でございますが、その主人公、大石純京二さんという両腕をなくした方なんですけれども、その悲劇にもめげず、福祉活動をずっと明治大正昭和にかけておやりになりました、大石純京二さんが主人公なんです。凛と咲く花、その方がどういう方かをあらかじめ皆さん方にご紹介しようというスクリーンでございまして、少しご覧いただいて、それからショーを始めてまいりたいと思います。どうぞお付き合いをいただきますようお願いいたします。
皆様ようこそお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あー嬉しい。皆さんありがとうございます。もうありがとうございます。もうほんはい感謝みだ。もう感無量でございます。こんなお忙しい中をね、皆さん全部置いといて勝手も捨ていてこの時間だけ皆さんご一緒にしていただき本当に感無量でございます。松丸さん、じゃあじゃあ、ありがとうございます。私いい上演ですとご紹介があると思ったんです。言わなくてもいい上演と書いてあるので普通は言うと思いますがすいません、はい、上演でございます。いい上演さんでございます。たくさんの拍手をございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ本当にはるか彼方まで人でございまして、うん、本当に後ろの方申し上げないです。もう至らないところで申し訳ございません。体で返しますじゃなくて歌で返しますからね。よろしくお願いいたします。まずその一つとしてあのお花をたくさん頂戴しましたので、はい、お名前だけご紹介をさせていただきます。愛知小型エレベーター製造様、それから株式会社第一装飾代表取締役の辻様、久保田国際特許事務所の久保田様、日本マーキュリーの別所則孝様、日本クラウンの木山雄二さん、メーテレさん、あとはメーテレと関係あるんですか？コマーシャルが向けて、あ、コマーシャルの関、はい、なんか東海ラジオ忘れられたと今一瞬思いました。失礼しました。青山ルミさん、カラオケ喫茶5番街の皆さんからお花を頂戴しました。ありがとうございました。ありがとうございました。でまあ、今あのコマーシャルという話がありましたら、はい、実は私ここの横に立たせていただいているのはあの愛知小型エレベーター製造さんの提供で、番組を東海ラジオでやらせていただいているんです。はい、ありがとうございます。はい、松原ジョンへのお目覚め歌謡という、はい、早い時間でございます。まあでも安心しました。今日お越しいただいた皆さん方を見てると、はい、早く目が覚める方ばっかりだというふうな感心をいたしました。で、そちらに、ね、林社長も来ていただいておりました。はい、ありがとうございます。あら社長、ありがとうございます。どうも今日はお疲れ様でした。本当はね今日は、うん、撮影があったんですよね。昨日は参加させていただきましたけども、今日は皆さんお疲れだと思いますけど、申し訳ございません。私は抜けてごめんなさい。ファミリーから外れております。ここで弁解してるわけですね。あのお嬢さんがラジオコマーシャルで喋ってくれてらっしゃる。そうなんです。あのなっちゃん、かわいいね。ありがとうございます。昨日遊んだやろ、はい、本当にかわいいですよね。お母さんにですよねきっとそういう言い方ない。失礼いたしました。ありがとうございます。さて、はい、このイ・ジョンエンさんを支えるもう一つの、はい、バンドの皆さんはこちら、はい、谷藤明サイデュ、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでございましてね、はい、これから素晴らしいショーをそれではご覧いただきますが、まず凛と咲く花聴いていただきました。はい、今この曲で一番頑張ってるんですね。そうですね。はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。